はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、タキです。ファイナルファンタジーファミコン版の、実況プレイ、続き始めていきます。無事引く手をね、入手できる方法はよくわからず、調べてから引く手をゲットすることができて、次はね、この穴の中に入っていけばいいみたいなんで、入っていくぜ。お、宝っぽい。テント発見。なんかいる。勇気のお菓子は勇気あるもののみを持つ。竜だね。勇気の証か。このドクロがあるのがちょっとひょっとしたら竜に食われたのかな。金の針を見つけた。金の針貴重ですね。ここら辺ね、たくさん島があるんだ。近くにね、島がたくさんあって、洞窟っていうか穴ここもたくさんあるんですね。あ、降りられない。え、降りられないか、マジか。降りられないか。ここじゃどうやって来ればいいんだろう。こっちは降りられるかもね。ここ降りられるね。わかりにくい。歩いていけたのか。じゃあ行くよ。竜がいる。我々ドラゴンは勇気を試すため、この北東にある試練の城に行き、勇気の証を取ってくるんだ。勇気を試すためか。肝試しみたいなようなもんか。肝試しというとね、もうすごく嫌な思い出があるんだよな、私。ビビリだから。ビビリですから、ターキーさん。勇気の証はその形を変える。時には何か変な形をしてみせる。どういうことだ。銃ギル。昔、北の地には美しい神殿や機械仕掛けの立派な城があった。その城の中に勇気の証があるから、それを取ってこいってことね。なんか、ドラゴンたちのへそくりを、ひそくりを取ってるような気がして、非常になんか心が痛いんですが、私。まあ、それはそれ、これはこれである。取っていきましょう。わ、なんかウェアタイガー毒受けた。わ、結構強いな。受けたら回復すればいいじゃない。というわけで、薬でやる。薬決めればいいじゃない。薬決めればいいじゃないとか言ったら誤解を受ける。ブリザー、なんかライオンみたいな。タイガーだから、そっか。うわー、こんなウィスさんが毒受けた。また毒受けた。毒被弾が多いね。毒の被弾が多いぞ。毒消したくさん買っててよかった。毒消し、毒が消えた。やってしまえば。ちょこっと回復するか。戦闘だったら。テント
ント使ってもいい。ああ、そうか。テント使ってもいいかな。ちょっとこのまま進みましょうかね。このまま進んで、その肝試しに行く前にテント張ればいいかな。このドラゴン、このドラゴン王国に人間とは珍しい。もしそなたたちが勇気あるものなら、ドラゴンの王バハムートになる。バハムート。バハムート。名前が出てきましたね。リオーかな。カルディア諸島のドラゴンは無益な摂取を好まない。ほう。紳士ということですね。はるか昔、ドラゴンと人間は共存していた。恐竜みたいなもんですかね、ドラゴンって言えばね。違うのかな。ここはどうなってるんだろうね。あれ、ずっと一本道かな。随分長い一本道だけど。今度は上に上がっていく。おーおーおお、ちょっと待って。これ何の墓なんだ。ドラゴンの墓か。もしくは、天々って。ここはドラゴンをバハムートの部屋。おお。バハムートが全ての真の勇気を確かめ、ドキドキ。我はドラゴン王バハムート、真の勇気と力ある者に称号を与える。勇気の証を持ってくるのだ。へいへい、肝試しに行って勇気の証をゲットしてくればいいんだね。了解。ドラゴン王バハムート、竜王バハムート。やっぱ竜王の方がしっくりくるんだよね、個人的にはね。竜王、ドラゴン、なんか響きがいいよね。響きの問題ですか。ドラゴン王がいる洞窟がここということを覚えておく。また敵現れる。ウィルム、これもドラゴンか。とりあえず総攻撃じゃ。もうお金がたくさんあるからちょっと使いたいんだけどな。あ、まだここにもある。あ、まだまだたくさんある。ちょっと待って、全部見ていこう。ここ降りられないの。いや、降りられるはずだけど、降りられるはずですけど操作が難しいです。ふむ、何もありません。はいはい。ドラゴン王バハムートには会ったが、王は勇気ある者に称号を授けてくれ。会いましたと。あれ？これここだけ？部屋ここだけ？部屋ここだけなんかーい。狭くないかーい。狭くないかい。あとこっちのここか。だからがこう2750キロ。おお、これでお金がザクザク増えていく。いいね、実にいいね。へそくりか。俺が怖くないのか。ほうほう、感心感心。すいません、へそくりたくさん取ってきます。申し訳ござらん。まあ、お金いくらぐらいあるんだろうな。まあ、ちょっとテントで泊まってからね。
確認してみよう。で、こっから北東っつってたのは北東の城、あ、これか？これっぽいね。ここに肝試しに来ればいいのかな。あー、ここでしょうね、おそらくは。ここに来るためにはどうするかな。ここに止められるか。もうちょい、もうちょいこっちか。影が出ないから難しいね、合わし方がね。じゃあもうちょいこっち、もうちょい右、ちょい右。あー、着陸できないから、ここじゃできない模様で。そうなると、あれ、ここ着陸できないのか。着陸できないような仕様になっている。どうやってここに来ればいいんだ。あ、こっからか。こっから行けってなるとちょっと遠いな。船で来た方がいいのかな。でも船で来れる、ここまで。船で来た方が近道のようなことは近道だよね。歩いて行ってもいいけど、ちょっと遠そうだけど、歩いていく？歩いていくか。じゃあここで。おお、21枚になってる、テント。おやすみなさい、すやーってしてから。それでも回復しきれてないな。こうしよう。コテージの方が回復量があるのかもね。あるんかもね。はい、じゃあそれではですね、肝試しに行ってきます。セーブしてとワープしましょうかね。ワープ、迷子になる可能性がある。はい、それではですね、城の前まで着いたので続き始めていきましょう。そなたの持っているクラウンは勇気を試す勇者が持つものだ。さあ行って台座に座れ。そなたの勇気と力が試されよう。勇者の証を持ち帰れ。お、消えた。クラウンなんて持ってたっけ。そもそも持ってた。神秘的な色を携えた王冠だ。ていうか持ってた。台座に座れっつってたの。おお、こっからこうつながってるんだけど、迷路案件っていう。めちゃくちゃ迷路だね。どう行けばいいな。そこには何もありません。隠し通路かなんか？ん？あれ？もう戻れない。だと？マジか。予想外です。そういう展開は予想外です。お金たくさんもらえるのはいいんだけど。何もないっすかね。右にも行けない。左にも行けない。だと？あれ？隠し通路とかないと厳しくないか？ん？こっ
ち側に行くわけでもない。おうおうおお。ええー。嘘。ってことは、おお。マジでっていう感じになってしまうんだけど。これがワープになってるわけ、支柱が。あ、戻ってきちゃったね。ちょっと姑息な真似をしよう。姑息だね。ワープになってんのかよ。何の情報もなかったらわかんねえよ、これ。このままこう行ったら戻っちゃうわけね。なるほどね。レトロフリークの力を最大限発揮する。ターキーさんの方であった。からの、ミノタオルゾンビ。アディア唱えたいけど、ちょっと MP を温存しようかな。ここに来て貧乏症が発動する。ターキーさんの方である。ゴーダは正義。防御力高えな、でも。しかし、文句の前、敵ではない。もうちょっと指導兄貴がね、防御力が高ければいいんだけどな、レギス並み。でも攻撃力高いから許す。そういう問題そういう問題ですか、タッキーさん。どっちだろうな、こっちかな、こっちに来る。ほう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 。お、宝箱発見。出てきがらない。クレイゴーレム。たくさんいますね。どうしようかな。なんか魔法使おうかな。どうすかな。クレイクも唱えられるけどね。サンガー唱えよう、ゴーレムだから。雷系に弱かったりとか、素早くなった。うわ、ヘイスト使うかい。やっぱ文句つい。サンガー、あんまそこまで効かない。おせおせい。押して参る。エイスト使ってからは痛いな、実に痛いな。オッケー、モンスターは全滅した。何かいいもん入ってる。ガントレットを見つけた。ガントレットって防具だっけ。だね、ミスリルの固定の代わりに。装備できるんじゃないかな。あれ、ああ、今あんまりにも下向いてた。よし、これでいいか。装備と。あれ装備できないの。あれレギス装備できないのか。じゃ、誰に装備できるの。装備できない。シド兄貴も装備できないかな。とりあえずレピスはミスリルのコテを装備しとこう。セーブしよう。からのどっちに行けばいいんだ。逃げよう逃げよう。逃げられるか。よし。この支柱がワープゾーンになってるとはね、夢にも思ってないね。戻される。戻される。ちょうどいいところでセーブをするターキーさんなのであった。これだいぶ戻されるな。これで上に行けるんか？おー、上に来られたもんよ。手間かけさせやがって。
メデューサ。まずい、石化されるんじゃねえか。あ、やっぱり。必殺ロード。必殺ロード。これでちょっと変わるか。変わらんだろうな。変わるかな。エンカウントだ。やっぱモンスターの先生なんだ。石になる人石になっちゃう。毒を切る。もう一回ちょっとやってみっかな。変わらないか。やっぱ石になるんだね。諦めよう。石になってしまったらもうどうしようもできません。諦めましょう。金の針はここでは使えないんだね。魔法で。だってや、石化直す魔法は多分なかったと思うから。戦おう。ファイバー通る。いやいやいや、それはあかん。それはいくらなんでもあかん。二人とも石になったら何のあれもないじゃん。指導兄貴は毒。パターンが決まってるのかもね。そうなるとまた石になってしまうんだけど、一回下の階層でエンカウントするか、それか。とダメさした。ファイガー。よしよし。オッケーオッケー。指導兄貴は石になっている。金の針が全然持ってないんだよ。そんなに硬くなっちゃって。今元に戻してあげますよ。誰かな。やっぱりいちいち漂う親父衆である。いちいち親父衆が漂っている。何なんだろうね、この親父衆は。一体誰かな。君かな。ファンタジーなんだ。ファイナルファンタジーなんですけど、進んでいきましょう。進んでいきましょう。ラミア現れなければいいけどなーって言うと現れたりとかするからな。ナイトメア。お、シド兄貴がやべえじゃねえか。食らいまくったか、さっきの戦いで。アナイキ。アナイキってティポン先生ぐらいしか知らないんだけど、私。ちょっと回復しないとまずいな。ケアルダで回復。ブリザラで攻撃。よしよし、優秀優秀。優秀だぜ。ケアルダで指導兄貴を回復。癒しの杖。癒しの杖って結構いいんじゃないか。グレイスさんは装備できますかね。ちょっと待って、ステータスで19。ここら辺がちょっとめんどくさいところ。13。減っちゃうね。攻撃力は減ってしまうな。ミスリルハンマーの方がいいな。癒しの杖はあれかな。ひょっとしたらしなくても試してみる。持ち物で使えたりとかするから。癒しの杖。使えそうだね。一
回使ったらなくなるとかやめてくれよと思って。ミスである、痛恨のミス。魔法強え。ナイスナイス、癒しの杖。おお、ヒットポイント回復。だいぶいいね、癒しの杖。めちゃめちゃ食らったけど今。で、持ち物で癒しの杖。おお、何回でも使えるぞ。何回でも使えるぞ。いいじゃねえか。クレイスは癒しの杖担当になるか。それでもいいかっていうぐらいめちゃくちゃいい具合に回復しますね。これはいいもん拾ったぜ。さてと、まず左側にも行けますね。宝箱。これ以上持つことはできない。防具かな、そうなると。なんか捨てんとダメか。この中だったミスリムコテを捨てるか。ルビーの腕輪。ルビーの腕輪は、グレイスさんに装備するかな。で、銅の腕輪を捨てようかな。なかなか持ち物があんまりないんだよね。アイスブライド、アイスブランドか。敵が現れる。フォーンドデビル、デビルだからアディアが効くでしょう。燃やし尽くしてるか。ファイが、向こうがファイラ使ってきた。うわ、まずい。強いんじゃねえか。アディア。あれ、デビルのくせにアディア効果がねえだと。うっそー。悪魔じゃないの。うわぁ、厳しいなぁ。アディが効かんだ、効かんのだったら、癒しの杖打てばよかった。やり直し案件で。やり直す。あれ、こっからやり直し？こっからですか。セーブはこまめ。一番下は何なんだろうね。オーブステル。銅の腕輪も捨てて、ミスリウムコテも捨てる。鋼のコテ。鋼のコテって、レギスさん装備できます？あ、できた。ミスリウムコテいらないね。交換じゃなくても捨てよう。もう売るのさえもめんどくさいという。アイスブランド。武器で装備してと。で、ここで一旦セーブ挟んで、ルビーの腕輪を、やっぱり、グレイスさんと。よし、これでいいね。で、ポーションでちょっと回復してから行こう。よしよし、オッケー。で、セーブしてと。出たな。逃げるぞ。逃げられるかな。逃げられない。なんとか逃げ出した。お、ラッキー。ラッキーラッキー。ちょっと彼らがめんどくさいね。彼らがめんどくさい。空っぽだ？何も入ってない。お、コテージはいいね。お金。うわぁ、
やめてくれ。電話も鳴る。少々お待ちください。はい電話を終わらせて命からがら逃げました。逃げるは恥だが役に立つ。ドラゴンゾンビか。癒しの杖使おう。で、ファイガウト。癒しの杖。癒しの杖、ビッスさんに持たせてもいいかもしれないね。逆にね。結構、ヒットポイント高えな。ファイガー。ミスさん、ミスリルダガーだからまだそこまで強くないというか、敵が強いんだな。よっしゃ、倒したぜ。おーっと、ここでレベルアップ。499か。いいね、いいね。もうそろそろレベル上がるんじゃないかっていうか、上がってほしいなって思ってたところでした。宝箱の中にネズミの尻尾を見つけた。おお、これが勇気のお菓子か。なんか知らんけど、尻尾シリーズ多いよね。尻尾シリーズが多い。さて、やっとね、勇気のお菓子をゲットしたので、バハムートさんに会いに行こうかと思います。ワープ。はい、それではですね、バハムートがいる洞窟の前までやってきましたので、ネズミの尻尾を見せてやろうかと思います。でも帰る道中考えたんだけどさ、なんでネズミの尻尾が勇気の証なのかというところである。謎だよね。謎としか言いようがない。できたぞ、竜王バハムト。そのネズミの尻尾こそ勇気と力の証だ。さあ、お前たちに称号を授けよう。勇者の魂をここに集え。お？あれ？なんか見た目が変わってるな。おお、めっちゃ見た目変わっとるやん。どうしたのみんな。びっくりした。なんか前の方が可愛かったんだけどな。前の方が可愛かったよ。なんだ、ごっつごつになっとるじゃねえか。どうしたんだみんな。何があったんだみんな。戦士たちをクリスタルに祝福を。はあ。へえ。いきなりすぎてびっくりしたよ。急にごつくなったからびっくりしたよ。はい、それではですね、一応今回の、配信というか動画はね、ここまでにしようかと思います。次は水のクリスタルかな。次は水のクリスタル。土、火ときたら水か風か。次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。